バラクーダはアメリカ海軍の潜水艦。バラクーダ級潜水艦の一隻であり、V ボートの一つ。艦名はカマスカの総称にちなんで命名された。当初の艦名は V-1 であった。オニカマス・オオカマス V-1 はメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1924年7月17日に、 コーネリア・オルコット・スナイダー夫人によって、命名、浸水し、1924年10月1日に、艦長へスピッキング少佐の指揮下収益する。V-1 は、浮上航行のために収益し、初期の機関講義を行った。第20潜水艦隊に配属され、ニューイングランド沿いに巡航した後、1925年1月14日に、カリブ海で、浮上航行し、 1925年5月に帰還する。V-1 は1927年11月まで、大西洋岸沿い及びカリブ海で巡航した。1927年11月8日に、第20潜水艦隊は、ニューハンプシャー州ポーツマスを出港し、カリフォルニア州サンディエゴに向かい、12月3日に到着した。 1927年12月から1932年5月まで、V-1 は、西海岸沿い、ハワイ水域、カリブ海で艦隊とともに、定期的な作戦活動に従事した。1931年3月9日に、V-1 は、バラクーダと改名され、7月1日に SS、SS-163 へ、艦首変更された。 1932年5月に、バラクーダは、第15潜水艦隊に配属されメアアイランド、海軍造船所入りする。1933年1月、バラクーダは、第12潜水艦隊に配属される。1936年後半まで、西海岸沿い及び、真珠湾、パナマ運河地帯で活動し、1936年10月28日に、 サンディエゴを出港、カリブ海へ向かい比重系の調査実験を行う。1937年1月8日に、セントトーマス島を出港し、1月14日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに到着、5月14日に予備役となった。バラクーダは1940年9月5日に、ニューハンプシャー州ポーツマースで最終駅し、第9潜水艦隊に配属される。 1941年3月2日に、ポーツマスを出港し、バーミューダへ向かい、6月に帰還、第71潜水艦隊に合流する。バラクーダは、コネチカット州、ニューロンドンから、ニューイングランド水域で活動し、1941年11月17日に、太平洋艦隊に加わる。太平洋海域で、紹介任務にあたり、 1941年12月15日に、再び、大西洋艦隊に、配属。1941年12月15日から1942年9月7日まで、第31潜水艦隊で、太平洋、パナマ南西において6度の紹介を行ったが敵との、遭遇はなかった。バラクーダは1942年9月7日に、 パナマ運河地帯のここソロに帰還し、修理を受け、その後フィラデルフィアでオーバーホールに入る。オーバーホール後は、ニューロンドンを拠点として1945年2月まで、第13及び第31潜水艦隊で活動する。バラクーダは、駆逐艦や他の潜水艦、航空機とともに、艦隊訓練をブロックアイランドサウンドで行った。 バラクーダは1945年2月16日にフィラデルフィア海軍交渉に到着し1945年3月3日に退役。1945年11月16日にノースアメリカンスメルティング社に売却され、スクラップとして処分された。ありがとうございます。